遭難通信のやり方について、ちょっとこれちょうどまとめでいいのでやりましょう。遭難通信はメイデー、メイデー、メイデーをやると。で、あと、パンパンパンっていうのもありますが、これの違いは、メイデーの方が緊急性が高い。パンパンパンは故障という程度の意味ですね。それから、遭難航空局は通信を妨害する空港をディストレスの用語を用いて沈黙させることができる。これは間違いです。沈黙させるには、ここにあるように、オールステーションストップトランスミッティングっていう、トランスミッティングメイデーっていう言葉で、ストップトランスミッティングっていう言葉を言うようになったためですね。ディストレスというのは、ディストレスコミュニケーション、ディストレス、ディストレスっていうことによって、その通信回線を専用で使っている会話を今してますよという意味合いです。ストップということがないので、これが間違い。で、あと、パンパンパンとメイデーの違い、今言いましたね。あと、中継する曲は、メイデーリレー、リレーっていう言葉を使う。以上です。